それじゃあ始めるよ。うん、よろしく。オッケー、いっちゃん、しほちゃん、やろう。二人ともちゃんとついてきてる。かなり練習してきたみたい。大丈夫、弾ける。ミクたちとの練習で完璧に弾けるようになったんだ。音もぴったり。これならしほちゃんとまた一緒に。あ、やばい、なんかグラグラしてきた。ダメ、あと少しなのに。サキ、サキ、大丈夫？もしかして具合良くないの？隠しててごめんね。ちょっと熱くなりすぎちゃった。救急車。大丈夫、今日はただの風邪だから。ちょっとだけ横になっていいかな？どう？少し楽になった？うん、ありがとう。落ち着いてきたよ。ずっと一緒に練習してたのに体調のこと気づけなくてごめん。最初に無理させるようなこと言った。私が悪い。ううん、私が勝手に頑張りすぎちゃったのが悪いんだよ。それにちょっと無理しちゃうくらい今日は楽しかったの。さき、うん、そうだね。今日一緒にできてよかった。私、志保に嫌われたって思ってたから、もうこんな風に一緒に何かしたりできないかもって思ってた。別に嫌いになんか。ねえ志保ちゃん、私が入院してた間に何があったの？みんなとクラスが離れてすぐの時、クラスの子に一緒に帰ろうとか一緒にお昼食べようとか、よくそういう風に誘われてた。私は一人が好きだし一緒に行動する必要はないって思って、そういうのを全部断ったんだ。でもそれが原因でクラスメイトから避けられるようになった。それ自体は別に良かった。放っておいてくれた方が楽だし。でも影でみんなのことまで悪く言われたから、思わず言い返して、そうしたら余計にいろいろ言われて、私は別にいい。でも私のせいで一花たちまで悪く言われるのは嫌だから。だからずっと一人でいようって思ったの？そう。そんなの言ってくれたら。言ったら一花は心配して絶対様子見に来るでしょ。そしたらもっとひどくなる。だから。よかった、やっぱりしほちゃんも変わってなかったんだ。いっちゃんたちのことが大切だから我慢してたんだよね。しほ、私は誰に何言われても志保と友達でいたいよ。やっぱりこうなるよね。本当に一花たちのこと考えてるならセッションなんかしなきゃよかったんだ。弱いな私。でも私はちゃんと警告したから。もう知らないからね。
しほちゃん、それって一緒にバンド、やらせてよ。もちろんだよ。やろう、しほ。うん。やったやったしほちゃんとバンドできるよ、いっちゃん。うん。もしかしたらほなちゃんもちゃんと話したら戻ってきてくれるかもね。あ、もう一度話してみようよ。それで今度こそ4人で一緒に。あ、さき急に立ち上がったら危ないよ。もうちょっと横になってて。さきはまず体直すこと、ほなみのことはその後考える。いい？はーい。